この動画は、右脳からイメージ力を鍛え、非言語通信ができる練習プログラムです。脳内で、嗅覚と触覚だけで思考してください。それでは始めます。ノンバーバル通信での更新は、直感力を鍛え、視覚力を養います。今後も多彩なイメージで、意識して練習してください。